はあるだすの私が間借りしていた居住スペースだな。時系列的にはメヌーク星系からパラピアムに向かう途中のことだろう。時系列どういうことだ。なんで擬似的に融合してるのにアルダスがここにあるんだ。ここもスコピアムネットワークであることには変わりない。擬似的に融合しているレイモンド艦長は私と接近したことでお互いのことを主観的に認識しうる最も印象深い場所を周囲のトラフィックから安定して存在させているんだ。つまり俺と JJ の思い出の場所ってことか。平たく言えばそうなる。俺にとってはおなじみの場所でしかないんだが。私にとっては思い出深い場所だ。スコピアムと融合して以来スコピアムとは無関係の高中間に上官するのは初めてのことだったし、さらに言えばレイモンド艦長たちは我々のことを対話によって理解しようとしてくれた。それがどうしたんだ。スコピアムにとって最も困難なことが融合していない生命体とのコンタクトなのだ。機械生命として情報を全宇宙規模で共有することができるはずの我々がネットワークとつながっていない個体と理解を共有するまでに迫害や攻撃を受けないことは稀なのだ。俺は話が通じたってことか。なるほどな。確かにあんたに会うまで俺にとってのスコピアムはデュマも含めて話が通じないモンスターみたいなもんだった。ここであんたとじっくり話せなかったら多分今こんなとこにいなかっただろうな。スコピアム同士の相互理解が容易であるからこそ我々はその事実にあぐらをかき他種族との理解の促進をおざなりにし果てに相当派などという一群を生み出してしまった。この場所がスコピアムの進化の方向性を正すきっかけの一つなんだ。星一つとスコピアム全員を救う戦いのきっかけが俺たちの船の小さな部屋か。こりゃいいな。スコピアムの学習施設に共有されれば多くのカタルシスを生む歴史的な事実の一端として記録されるだろう。そういう歴史を学ぶ上での小話は嫌いじゃないが、やるべき仕事をやってこその小話だからな。調子に乗るのはまだ早い。その通りだ。レイモンド艦長、いけるか。おかげさまでな。もうどんな力にも負ける気はしない。では行こう。この先で仲間たちが待っている。ああ。